1月12日の宇野塾通信の再録画をしています。これは音声がうまく録画できていなかったので、今回改めて録画をし直していますが、内容もこの1月の12日からだいぶ半年経ちましたので、新たな状況も含めて、内容を見ていきたいと思います。なぜどこの小売業者も中国に目を向けなければならないのか、e コマースの将来がそこに見えるからだ。ここから新しいことグラブって出てきますけど、これはシンガポールミッドビューシティに拠点を置く配車アプリ運営企業ですね、グラブ。それからシーと出てきます。東南アジアでショッピングやオンラインゲームを展開するユニコーン。ニューヨークショートデーの上場が承認されている。C。Shopify は説明するまでもないと思いますけれども、EC サイトの開設運営を支援するプラットフォームで、また当サービスを提供するカナダの企業、サイトの構築から商品登録、在庫管理、受注管理まで運営に必要な各種機能を提供する Shopify。ショッピファイ。これ印象良くないですね。あとでした。それでですね、西側のオンラインの交流は居心地がいいのだが、世界のオンラインショッピングのモデルにはなりそうにない。すでに中国のやり方は富裕国以外で元気が良い。東南アジアではグラブとシー、インドではジオ、南米ではメルカドリブレのような e コマース企業がデリバリーから金融サービスに至るまで、豊富なスーパーアプリによる中国の戦略に影響されてきた。西側と中国の市場にまたがっている巨大消費財企業も中国のやり方を取り入れている。ユニリバー、ロレアル、アディダスのような多国籍企業はアメリカよりもアジアに収益を上げていて、カリフォルニアやパリではなくアジアに目を向けていて、デジタルマーケティング、ブランディング、ロジスティックスに着目している。すでに中国の特色は西側の小売の中心地にも現れてきていて、それはコロナのせいだ。企業活動が多様化してきていて、居心地の良い経営環境が壊れてきている。ヨーロッパはですね、居心地で、いい表現だと思いますね。経営環境が壊れてきている。Facebook はソーシャルネットワーク上で小売サービスを始めていて、ライブストリーミングなどのソーシャルコマースを開始し、WhatsApp を使って小売商と買い物客とのやり取りを行うことができるようにしている。12月にウォルマートは TikTok と組んで最初のライブショッピングを行い、ここの株の購入も考えている。フランスでは先の四半期で、ボーバーが6番目の規模の e コマースアプリで、これはピンドゥードの創始者につながっている。アメリカでは新規参入者がいる。EC サイトの開設運営を支援するプラットフォームのショピファイの株価は1400億ドル以上になっている。株価じゃないね、株総額だね。中国のやり方は消費者にも好影響をもたらしている。価格が中国の厳しい競争によって下がっている。選択と革新が進んでいる。そうであっても中国の e コマースには欠陥がある。 IT ビジネスが勃興してくるときには不正行為は普通だった。今でもそうですね。また反トラストの懸念もある。不正行為というのは、例えば上場の目論見表をいい加減に書くというのは中国の一部にある常套手段ですね。容赦のない共産党の権力のも、これもね、アリババへの取り締まりが、これはだから共産党が結局 IT ビジネスを半官半民にしようということですね。だからそれが
結局研究開発の足を引っ張ることになってしまうということですね。そうではあってもこの取締役間は競争を促進したい意向もあるということは、双方の取引の互換性を求めるということで、競合同士のプラットフォーム間での支払い機能の互換性を求めている。そうすることによって e コマースによる競合の排除を防ごうとしている。今までのところ欧米の反トラスト取締役間はビッグテックを管理しきれていない。そうですね、欧米の IT もやっぱりそこら辺のところ、特にあれですよね、税金逃れなんか一生懸命管理しようとしてますね。2020年末までの訴訟や法案 にもかかわらず、彼らは中国に学ばなければならない。この産業はどこに向かい、それにどう応えるべきかについて、まあ、中国の場合はですね、やっぱり共産党が関わってくるので、IT 産業もアリババをはじめとして、まあ、ある意味では不安定ですよね。ですから欧米企業が中国と関わっていく、もしくは投資していくことについても、ある意味ではまあ、どっぷり使っていくっていう、ドイツみたいにね、怖いと思いますね。西側が中国の核心についてどう考えるかの手本がある。電子機器からソーラーパネルまで、中国の製造業の発展は無視されたりコピーしたものとして退けられてきた。過小評価されてきたが、しぶしぶ世界で認められてくるようになった。今や中国の消費者の感覚は世界で通用する。我々はそれを学ぶ必要がある。ですから、中国市場を学ぶ必要があるし、中国の製造業をどうするか、400万社ありますけども、今関東広域会で2万6000社から3万社ぐらい出品してますが、それがここ数年で10倍ぐらいになると思うんですね。でそれに対してやっぱり我々はどう対応していくのかということを考えていかないかい。だからどっぷりドイツみたいに BMW とかフォルクスワーゲンみたいに入ってしまっていいのかどうかということですね。これは良くないと私は思います。でアメリカみたいにですね、まあ、かといってテスラなんか入ってますけど、どういうふうな形でするのか。だから利益をどこで確保してどうなってもいいような形で加入して中国との関わっていかなきゃならない。かといって中国と貿易をしないというわけにはいかないということですね。かなり難しい課題ですけれども、そうした経営スキルがこれから問われていくと思います。